はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、名鉄パノラマデラックス北海道路線を遊んでいきたいと思います。レベル4ですね。12時出発で12時29分到着、約30分遊べるということになります。で、2ハンドルで遊んでみます。で、出発進行。進行。次の停車駅は新座。第4閉塞進行。電車でも名古屋鉄道編ではおなじみの名鉄パノラマデラックスですね。惰性走行で行きましょう。60キロまで落ちたらまたマスコン入れて。第3閉塞進行。第2閉塞進行。通過駅が多いんですよね。第1閉塞進行。名古屋鉄道を北海道で走らせることができるという、貴重な路線、貴重なダイヤですね。警笛鳴らしてもしょうがないんだけど、鳴らしておきます。ちなみにミュージックフォンはありませんのでね。こういう警笛しかない。で、通過で。で、80キロまで上げてみますか。鉄道か。第1閉塞進行。名鉄のパノラマデラックス。デラックスって呼んだ方がいいのか、それとも普通に DX でいいのかわかんないですけど、パノラマデラックスで行きましょう。で、80キロにして、で、これもここの駅も通過。こんなもんいいか、惰性走行で。
まあこんな感じで警笛鳴らして、ちょっとスピード出した方がいいかな。あと20秒しかないや。使っちゃったけどね。はい、出発進行。キロまで出して、まあこの辺でマスコンゼロにして、おトミカの看板がありますね。まあちゃんと宣伝も忘れないところがすごいですね。ミュージックホーンってパーラーラーパーラーラーってやつか、パーラーラーラーってやつか。なんか電車で GO の名古屋鉄道編の CM で見たことありますけどね。でまた80キロにして、北海道路線だけあって雪が積もってます。でまた70キロだから、まあ、3ぐらいで、札幌ビール園通過。
100。あ、見たことない電車。なんか見たことあるけど、ちょっとわかんないな。ちょっとブレーキかけるの早かったかな。まあちょっとこの辺でブレーキかけて、あと30。でしょ。はい、出発進行。バラララララララだよね。なんかそんなミュージックフォンだった気がする。閉塞進行。次の停車駅は南千歳。まあ雪が積もってるかな。まあ北海道路線だけあって、あれもう時間ないね。これブレーキかけちゃって、あと10秒しかない。あ、左側に行くの。8秒遅れ。2ポイント減点か。はい、出発進行。まあ、チレベル3でもいいよ。3でも5でもあんま変わんない気がするんだけど。次の停車駅は野間小前。ちょっと遅れてるからな。110キロか。まあこんなもんでいいか。まあこんなもんでいいでしょう。ちょっとスピード出した方がいいか。駅なのかな。
急病に発生したら止まれないから、ちょっと落としとくか。フェス80キロくらいまで落としといて、そうだね、止まれる。あ、ホーム3つあんだ。あ、こんな感じで。ちょっとスピード落としすぎた。で、あと4駅か。はい、出発進行。80キロぐらいで大丈夫かな。久しぶりに電車がすれ違いましたね。なんていう電車かは分かんないけど、ミッキーね。踏み切り多いね。関東路線踏み切り、あ、あったか。踏切ぐらいはあるか。で、スピード出して、第一連続進行。あー、やっぱり。やっぱり急病人が発生したか。ブレーキかけちゃって、で、ブレーキ、止まれるか、大丈夫か。ちょっと難しいんだよね、これ。はい、オッケー。 M
ズ進行あジラオイこれまた間に合わねえあれ鉄道マニアの人いたんだ。10秒くらいか。出発進行。小浜あどこだと、まあ、ちょっとわかんないね。で、駅鳴らして次の停車駅は上り別。上り別か。まあ、さっきの駅で30秒遅れたので今回は飛ばしていきたいと思います。120キロか。まあ、B7 使っちゃえばね楽なんですけどね。まあ、クリアすればいいかな。
まあ、どんどん B7 も使っちゃいましょう。第2閉塞進行。次の停車駅はコロッペツ。よいしょ、経路くらいまで出して、ポイントに戻りました。右の建物は煙突があるってことは工場とかそういうのかな。48秒。まあこの辺でブレーキかけちゃって、まもなくコロッペツに到着します。あと20秒。出発進行。お、ロマンスカーだ。これ小田急だよね。第4閉塞進行。次の停車駅はスカチブロラ。まあ、北海道路線に小田急が走ってる。まあ、100キロくらいかな。で、99になったらまたマスコン入れて100っていう感じがいいかな。あ、次終点か。次は終点。やっぱ120まで上げとくか。700m B5。 ご利用ありがとうございました。まあ、こんな感じか。で、トラック止まってんだよね。まあ、そりゃそっか、踏切だもんね。まもなくスカチブロラに到着します。
こんな感じで。まあこんな感じ。まあ100点だね。まあ、こんな感じ。80点以上が合格だと思うんだよね、これ。で、記録しとくか。で、上書きしといて。エンディング？まあ、いっか、これで。で、上書きして。で、エンディングですね、また。といったところで、まあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。